矢島家地八島ヶ原湿原は長野県のほぼ中央に位置する八ヶ岳中心高原国定公園中部の霧ヶ峰の北西部に位置する標高約1632メートルの高層湿原である。湿原の所在地は諏訪市及び諏訪郡下諏訪町にまたがる。霧ヶ峰には八島ヶ原湿原、車山湿原、踊り場湿原の3つの湿原があり、 そのすべてが1939年に国の天然記念物として個別に指定され、1960年6月10日に八島ヶ原湿原の西半分の旧五領地を加え、個別に指定されていた3つの天然記念物は一見にまとめられ、指定名称が霧が峰湿原植物群落となった。八島ヶ原出現は面積が43.2ヘクタール、ー層の厚さは、 約8.05メートル。1万2000年前に誕生した高層出現であり、日本の高層出現の南限にあたる、八島ヶ原出現の空中写真。上空から見るとハート型の形状をしている。左上から中央下部に見える車道はビーナスラインである。国土交通省国土画像情報をもとに、 作成八島ヶ原湿原は日本の高層湿原の南限にあたり、小瀬ヶ原よりも低炭層が発達しており、8.05メートルにもなっている。これは学術的にも貴重であり、天然記念物に指定されている。高層湿原の始まりは故障である。故障では周囲から土砂の流入、水生植物の繁茂などが沖市街に埋められていく。 標高1000メートル以上の場所や高緯度地方では、寒冷な気候のため、植物の遺体は腐敗、分解がしにくく、冷淡となって堆積していく。堆積物の溜まった故障に、かやつり草かなどの植物が侵入し、故障はやがて湿原に変わる。この段階の湿原を低層湿原という。低層湿原は、表面が平坦で地表面と水面が一致し、 湿原の表面まで冠水している。湿原の水は地下水と雨水などにより供給され比較的不栄養性である。植物としては、大行のヨシやガマ、および大型のスゲなどが生育している。しかし、長い年月が経つにつれて、湿原は霊感が多量に蓄積され、周囲よりも高くなる。そのため、湿原は、 地下水からの供給が行われず雨水のみで維持されるようになるので、貧栄養である。また、湿原の水は腐食酸によって次第に酸性に変化する。高層湿原に生育している植物は主に水苔である。水苔は湿原上に小さな塊となって成長し、衝突地、小落地を作る。これが交互に成長して、 湿原全体を時計皿を伏せたように盛り上げていく。このようにしてできた湿原を高層湿原と呼ぶ。八島ヶ原湿原の泥炭層は8.05メートルに達しており、低層部分は、吉、シ、アゼスゲ、カサスなどの吉菅スゲ泥炭。中間部分は、大水苔、わゴケ、苔ゴケなどの沼ヶ谷湿原。高層部分は、イボ水苔、ゴケ、苔ゴケ。 紫水苔などの水苔出湿原になっている。八島ヶ原湿原と霧ヶ峰の山々。ありがとうございます。